こんにちは、かおりです。よろしくお願いします。よくここ最近毎日のように言っている冬至までに自分の軸にしっかり根を張るっていうことをずっと言っていて、主にこの周波数であったり自分軸であったり、この垂直に意識を向けるってことをずっとお伝えしていたんですが、そこで今の時期にサポートとなってくれるアロマを今日はご紹介したいなと思っていまして、でそのアロマっていうのがレモングラスになるんですね。で以前も第三チャクラのアロマの時にこのレモングラスっていうのはご説明したんですけど、このレモングラスっていうのは第三チャクラにある太陽神経層にも働いてくれたり、それこそソーラープレクサスって言われているところであったりっていう場所なんですが、そこにも働きかけてくれて、でまたサンスクリット語でマニプーラと呼ばれていて、それは光る宝石っていう意味なんですね。なので自分の軸に立った時っていうのは自然と内側から光が放たれている時でもあるんですよ。でまさしく宝石のように輝く光を周囲に放っているっていうようなイメージなんですよね。で本来の姿っていうのはそういうような状態なんですね。ただただ自分の軸に立って垂直に意識を向けているだけで自分が光を放っているんですよ。でその光を放つってことは、その光に共鳴した人たちがその光をキャッチしてくれたり、希望の光のように感じてくれたり、でその光と光の共鳴を起こしたりっていうような感じで、肉体やこの言葉っていうのを超えた先のコミュニケーションであったりっていうのもできたりするんですよね。でこのレモングラスっていうのは陰と陽で言うとほんのちょうど真ん中の中陽の位置に当たるんですよね。でバランスをとる植物ともされていますし、あとはこの中陽っていうのはニュートラルな状態でゼロポイントであり、それこそ自分の軸に立っている状態じゃないですか。で陰でも陽でもなく中陽であり、男性性と女性性が統合された位置であり、で全てをニュートラルに見れる視点でありっていうような自分の軸っていう状態なんですが、そこの軸に正すサポートをしてくれるんですよね、レモングラスの香りっていうのが。でまたこの第三チャクラのように自尊心を高めてくれたり、自分の意志の強さっていうのにサポートしてくれたり、あとやっぱりこの自分の軸に立っていて自分が感じたもの、自分の中の真実を表現するときに、やっぱり周りからそれは違うとかおかしいとかこういう意見もあるとかいろいろ言われたときに、やっぱり外に意識が向くとブレてしまいやすかったりするときもあるじゃないですか。そういったときに自分の中の、それでも周り100人がもしノーと言っても自分の中でイエスと感じたらイエスって言える力強さであったり、それが自分を表現するっていうことだと思うんですね。で周りはこれが正しいよって言ってきても、自分の中でそれが正しいのか間違ってるのか分からなくっても自分の中でしっくりくるものっていうのがあるじゃないですか。でそのしっくりくるものや自分の中で腑に落ちるものっていうのを大切にして表現していくっていうことがとっても大切なんですよね。それこそ周りに合わせた表現ではなくって自分に一致した表現になるので、そういった意志の強さっていうのをサポートしてくれるような香りになってるんですよね。で今まではこれが常識だとされていたことが簡単に覆ったりとか、今まで絶対に固くなり動かないように感じていたものがいとも簡単に崩れていったりとか、そういうような何が起こるかわからない流れっていうのがこの2020年以降バンとこのエネルギーの流れっていうのがもっと加速されていくので、そういった現象っていうのが起きてくるんですよね。なのでいかに周りで起こっていることに左右されずに自分の中の真実っていうのを大切にしていけるかっていうところなんですよね。
て、この大切にしていくっていうのは何も固くなになるとかそういうわけでもなくって、こうでなければいけないとかそういうものでもなくって、それすらも一つずつ手放していくんですよ。で、こうしなければいけない、こう表現しなければいけない、何々でなければいけないっていう自分の中に制限を設けていたら、それをまず手放していくんですね。そうしたら、その何々ねばならないとか、やらなければいけないとか、こうでなければいけないを手放すと、そうしたら今度はこうしたいっていうのが出てくるんですよね。自分はこうしたいからこうする、自分はこう思うからこう思う、こう言うとかで、そういった自分の中の芯っていうのができてきたりするので、そういうふうに、それこそ芯っていうのはもう垂直に向かった、こういったねセンターの芯であり、自分と一致した状態をサポートしてくれるのがレモングラスの香りになっていて、でまたスポーツアロマとしても結構用いられているようなアロマであって、で運動した後とか乳酸とかで肉体疲労の原因になったりするじゃないですか。だけどその乳酸をケアしてくれたり、その肉体の筋肉疲労に働きかけてくれるような香りでもあったりするので、スポーツ選手用のアロマトリートメントでは結構使われている香りだったりするんですよね。なのでまたその肉体から来る疲労感とかもやっぱり心とかに影響したりする場合ってあるじゃないですか。ちょっと頑張りすぎちゃって硬くなになってカチカチって緊張状態になったのをちょっと和らげるとか、またそう和らげながら内側のバランスを整えていくっていうようなイメージで使っていただくのもいいかなって思います。またトムヤムクンとかそういう料理に入っていったりとかもするので、それを食べるっていうのでももちろんいいので、ぜひちょっとね意識しながら取り入れてみるとまただいぶ変わってくるので、一つ意識に入れておくといいのかなって思います。では本日はそんなところでした。今日もお付き合いいただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。